皆さん、こんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はネイチャーアクアリウム展2022大阪展示水槽わさび的解説中編についてお話をしていきたいと思います。実は前回こちらの動画前編ということで、今年2022年の秋に大阪で開催されたネイチャーアクアリウム展の展示水槽の解説動画の続きとなります。前回こちらの今映っている岩組レイアウトの水槽まで解説をしたんですけども、今回はその続きを順番にお話をしていきたいと思います。もし前回解説した前編の動画をご覧になりたいという方は、画面右上に表示されているリンク先の動画をぜひご覧ください。過去にも数回ネイチャーアクアリウム展というのは開催されてきたんですけども、その都度私の方で解説動画を作ってきたんですが、毎回技術的なね、ちょっと難しいような話ではなくて、実際に皆さんが水草レイアウト水槽を作るときに役立つようなテクニック、ノウハウ、そのあたりに注目をして、実際に解説をしていきたいと思います。なのでこちらの動画を見ていただければ、ご自身の水草レイアウト水槽を作られるときに、ワンステップ、ツーステップね、こう、ステップアップしたようなレイアウトを作れると思いますので、この後お話しするテクニック、ぜひ参考にしてみてください。はい、では早速1作品目からご紹介していきます。まあ、パッと見た瞬間、こちら本当このニムファ・ロータスが印象的、ものすごくこう主役として扱った作品ということで、インパクトが強いです。で、技術的なお話で言うと、この構成自体はものすごくシンプルです。前景層はヘアグラスで、中景層にニムファロータス、そしてウィルオモスのすっごい大きなね、群落があって、その後ろにまたニムファロータスがあって、一番背景にこういったテープ状の、バリスネリアですかね。まあそういった、シンプルな構成になっています。品種自体もぐっと絞っていて、シンプルに構成してます。で、こういった水系というのは、実は作り込んだレイアウトよりも難しいんですね。テクニカルなレイアウトよりも、ものすごく難しいです。もう、これは正直。なので、何が難しいかっていう点なんですけども、こういったニムファ、ロータスを主役にしようとすると、どうしても不自然感、自然感のないような仕上がりになってしまうんですよね。規則正しいって言ったらいいですかね。ランダム感がなくて規則正しいレイアウトになりがちなんですけども、こちらの作品に関しては、ものすごくこうランダムな葉っぱの出し方、生え方、残し方、切り方をしている。これはとても参考になるかと思います。切りすぎてもダメですし、残しすぎたら、こう圧迫感が出て、暑苦しい水系になるんですけども、こちらの作品に関しては、葉っぱ一枚一枚、これは落とすべきか、それとも残すべきかっていう、作者のこの足し算引き算がとても絶妙だと思いました。で、私自身こういったレイアウトを、じゃあ作るかと言われれば、多分作ろうという発想にならないと思うんですよね。どうしてもこうね、作り込んで考えてみたいなね、レイアウトになっちゃうんですけども、こちらの作品については、やっぱり ADA のコンセプト、ネイチャーアクアリウムっていうところで、もうがっちりこうね、テーマに合った作品だと思います。ニムファ・ロータスが持っている自然のポテンシャルを最大限に引き出して、極力人の手が入っていないように見せる。でも実際は入ってると思います。もう先ほどもね、申し上げました通り、葉っぱを落とすのか残すのか、そのあたり、すごく考えて、維持管理されてると思うんですけども、それを感づかせない。見た時に、わからないようにしている点。これは非常に高等だと思います。非常に高等な技術なんで、じゃあこれ、初心者の方にすぐに実践してくださいって言ったら、とても難しいかと思うんですけども、この歯の残し方、切り方に関しては、ものすごく参考になると思います。やっぱり絶妙な歯の枚数。有形層とかね、正直、ロタラの茂みとかだと、ハサミでどんな角度でも切れますし、で切りすぎてもすぐに新芽が出てくれるんで、なんとでも正直ね、ごまかしは効くんですけども、こういったニムファ、ロータス系というのは、葉っぱ1枚落とすか落とさないかで、レイアウトデザインが崩れるリスクがあるので、とても難しいんですね。
このレイアウトについては、ものすごく難易度は高いんですけども、もし、今後、ニムファ・ロータスをご自身で、使いたい、そして主役にされたいって言った時には、とても参考になるレイアウトだと思います。とにかく、自然感があって、見てて気持ちがこう、ゆったりとね、癒されるようなレイアウトじゃないかなと思います。その点では、こう、私自身も、部屋にこういう水槽があったらいいなっていうのがね、イメージできたので、とても、感動したレイアウト作品の一つでした。はい、では次の作品に進みたいと思います。こちらの作品は、もうパッと見た瞬間ね、和のテイスト、なんかね、我々日本人にとってはしっくりくるようなね、真ん中にこういったトンネルみたいなものがあって、水草の色合いの色調とかね、使っている品種も、渋い感じでまとまってまして、わびさび感が強く出たようなレイアウトになっているかと思います。で、こちら構成としては左に大きな山があって、こちらおそらくですね、ED の山水石を使っているんだと思うんですが、非常にね、こう迫力があって、一番上のね、水面ギリギリまでね、こう達するような、迫力のある石で組んであります。で、石もそのまま置くのではなくて、もうとっても絶妙な感じでモスが活着させてあります。やっぱりこの大きな石をドーンと置いてしまうと迫力は出るんですが、どうしても荒削りというか大味な印象になってしまうので、しっかりとモスを使うことによって、水系との一体感、この隣にあるミクロソリウムとかね、ウイローモスと一体感を持たせるために、石の活着されているウイローモスはとても意味があるということで、このあたりとても参考になるのではないかなと思います。一方で、この水槽の一番の特徴はというと、今これ右側映ってるんですけども、先ほどの左側の水系、そしてこの右側の水系、全くテイストが違う感じなんですよね。で、通常水草レイアウト水槽というのは左右に分ける構図の場合、一体感をものすごくこうね、持たせるっていうのがとても重要になるんですが、この作品に関しては、あえてテイストを違うものを持ってきています。ところが使っている水草の品種のテイストを合わせることによって一体感を持たせています。で、この左側に使っているミクロソリウムとかボルビティスというのは、もちろん日本の水草ではなくて海外の水草なんですけども、パッと見た瞬間ね、もう和のテイストがあるんですよね。日本風な水草ということで、私もこうボルビティスはもう一番好きな水草なんですけども、こういった和のテイストに仕上げたいときには、こう必須と言ってもいいね、いいぐらいの水草だと思います。そういった和のテイストの印象のある水草を使うことによって、左右で違うイメージを持たせた水系にしたとしても、一体感がそこまで崩れないと。で、かつ真ん中にかかっているアーチによって、こう自然とね、こう目線が左から右にこう流れていって、こう徐々にね、こう移り変わっていくみたいなところで、このアーチ、とてもね、こう憎いなと思いましたね。もしこのアーチがなかったら、右と左の水系が分断されて、ここまでの一体感が出せなかったんじゃないかなと思います。まあ、そのあたり非常に、うまいテクニックですね。皆様の中にも、左右で違ったテイストの水系を一つの水槽の中に、盛り込んでみたいという方は、この水系とても参考になるのではないかなと思います。ポイントは先ほどお伝えいたしました通り、水草のテイストは合わせる。洋風で行くなら両方洋風、和風で行くなら両方和風ってすると、デザインテイストを左右で変更したとしても、一体感を持たせることができると思います。またこの水系の中で、皆様の役に立つテクニックとしては、このアーチの中の石の組み方、この配置によって、この白い砂の道がもっと遠くに続いているのではないかなという、遠近感を持たせるための石の配置となっております。ただ単にね、こう何も考えずに置いたっていうのではなくて、こういった細かいところの小さい石一つ一つまで気を使って配置することによって、良いレイアウトができるということで、皆様もね、こういった細部まで気を抜かずに、作っていくと、全体に見たときにとてもいい水景になります。ぜひ参考にしてみてください。
はい。では次の作品に進みたいと思います。こちらはですね、本当に雑草感のあるレイアウト。まあ、雑草感というのはですね、雑草ではなくて雑草感の方なんですね。というのはなぜかというと、これディテール見ていただくとわかりやすいんですけども、めちゃくちゃ緻密に作られているんですね。これ前景層グロストスティグマなんですけども、間にリシアが入ってたりとか、ヘアグラスが入ってたりとか、あとテープ状の水草も品種がいくつか使われていたりとか、非常にディテールにこだわって作っているんだけれども、構図全体、水景全体で見るとものすごくダイナミックで、自然感あふれるワイルド感がものすごく強く出た作品になっています。ネイチャーアクアリウムというのは、構図自体は大胆に作るんだけれども、水草の植栽は緻密にやるっていうのが基本的な手法になりますので、この背景、この中景を見ても、ものすごく緻密に植栽がされて、管理も緻密に行われています。このね、ほったらかしにしたら雑草感になるのかって言ったらそうではないんですね。ほったらかしにするともうめちゃくちゃになります。もうほぼカオス状態ですね。もう一番手前のところまで水草がね、ガラスの前面までくっついちゃって、もう圧迫感が出て、奥が何も見えないと。まあ、そうならないように間引いたりトリミングをしたりすることによって綺麗に管理がされていると。私自身もこの作品は家にあるといいなと思ったような水景ですね。とにかく見ていて、こう疲れない。もう自然の草むらを見ている。自分の部屋に草むらの景色を持ち込んだみたいな。これは究極系のレイアウトかなと思いました。で、背景に入っている、このブリクサ・アウベルティ、このちょっとピンク色になっているね、テープ状の水草がいいアクセントになっていると思います。ここも緑一色で作ってしまうと、まあ、確かにいいことはいいんで、問題もないんですけども、やっぱりこういったちょっと赤系のアクセントがあることによって変化が入ると。まあ、いうこともあって、このあたりはとても参考になるテクニックかと思います。単調すぎるレイアウトの場合は見飽きてしまう可能性が高いので、シンプルに作る場合でも、そういったちょっとした変化を加えるというのはとてもいいかと思います。また、前景についても、いくつかの品種を組み合わせることによって、自然感が出ると。これが例えば、前景草がグロストスティグマだけで、単一種だけで前景草を作ってしまうと、あまりにも綺麗すぎるカーペットになってしまうので、そうなると、自然感、このいい意味での雑草感が出てこないということで、いくつかの品種を組み合わせて前景層を作っていくというところをやっていただくと、1段2段上のかっこいいレイアウトが作れるかと思います。ぜひ参考にしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。このような感じで今回は2022年の秋に大阪で開催されたネイチャーアクアリウム展のレイアウト水槽について解説をいたしました。このような感じで、実はですね、ADA が作っているレイアウト水槽でも皆様がすぐに役立てられるようなテクニックというのはどんどんね、取り入れていただいてかっこいい水槽を作っていただければと思います。今回は中編ということだったんですけども、まだ解説できていない水槽がありますので、こちらについては第3弾後編ということで、また編集が完了次第公開していきたいと思います。ぜひ、こうご期待ください。また、過去に東京で行われたネイチャーアクアリウム展の展示水槽や、すみだ水族館に展示されている水槽、こちらも解説した動画ございますので、下の概要欄に一覧まとめておきました。もしご興味ございましたら、ぜひご覧ください。で、今回解説いたしましたノウハウ技術というのは、構図のところではないお話になってくるので、もしご自身で石や流木をどう選べばいいのかよくわからないとか、どのぐらいのレイアウト素材が必要かわからないといった方には、当店ではレイアウトデザイン提案サービスといったものを行っております。こちらのサービスご利用いただければ、初心者の方や初めての方でもかっこいいレイアウトデザインが作れるよう、私の方でレイアウト構図、そして水草の品種選定、植栽場所などすべてトータルでアドバイスをいたします。最短距離で理想の水景をお部屋に飾りたいといった方には非常にお役に立てるかもしれません。
もしご興味ございましたら、こちらも下の概要欄にサービス内容の動画載せておきますので、チェックしてみてください。当サービスについてご不明点等ございましたら、当店のメールアドレス宛てに送っていただければ回答いたしますので、お気軽にお尋ねください。もし今回の内容役に立ったという方がいらっしゃいましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しく思います。今後もこちらのチャンネルでは皆様がお知りになりたいような情報であったり、水草レイアウト水槽のプロならではの技術、ノウハウ、どんどん公開していきたいと思いますので、継続的に見ていただければ嬉しいです。また、いいねマークでの高評価もいただければとても嬉しいです。では今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。